こんばんは。ギフトありがとうございます。寒すぎる。ギフトありがとうございます。帽子は並べたままにしてみました。じゃーん。そんなにあれか、詰めればいいのか。こっちに極限までくっつけて、お、いいんじゃない。こうして、うん、いいんじゃない。アリサカンパニーもよろしくお願いします。帽子はいつでもお見せできます。SOS47 として特ショーを行ってまいりました。特別防衛支援官として。本日は特ショーに出演させていただきました。うん、峰吉支援官。でございます。こんばんは。いや、どうだったかと聞かれますと、カミカミでした。朝12時からあったんだけど、なんか分からんけどね、口が回ってなくて、なんかカミカミだったんですけど、まあ伝えたいことは伝わったかなと思います。うん、まあかみすぎてね、だいぶ失笑されてました。だいぶ笑われてたんですけど、うっすら。五代夏子さんはもう持ち前のトーク力で笑わすって感じで、峰吉ありささんはカミカミな感じで笑かすって感じで、なんかちょっと気まずかったですけど。うん、はい、まあ楽しかったです。こんばんは。まあニュース、なんか広島で流れてたニュース
にもちょっと出てたらしいけど、まあ私の噛んでるところは流れてなかったです。全部見れてないけど、よかったよかった。特殊詐欺、特殊詐欺がね、言いにくいよね。一番大事なワード、特殊詐欺とか言って本当すいませんって感じで。結構失笑されてました。まあキラキラありがとうございます。ニュース全然見れてないですな。私はNHK のニュースを見た。本当？わお。うん。浅見奈美くん、広報大使の時に引き続き。今度は広島県警とのあれで。全国的なねやつなんですけど、 SOS 47活動の広島に役立てる全然役立ってないかもしれんけど、ジャズ行くってね言ってくれた皆様ありがとうございます。明日はジャズライブです。明日はジャズライブ、よろしくお願いいたします。ついに全然緊張しないですけど全くもっと緊張しておりませんが、ジャズライブ、うん、ねえ、伍代夏子さんはでもずっとだよね、ずっとそのと SOS47 のメインのメインパーソナリティみたいな感じで、ね、ずっとこの活動を引っ張っている方なのでね、さすがでした。と訴えの言葉の重みがマジでちゃいましたわ言葉の重みが全然ちゃいました。でもアイサが阿佐南警察署やってる時もポスターあったし、2年前3年前ぐらいずっと やられてる、ね、活動、いろんな県を回っているらしいです。あと東京の方なんですけど、こう広島に来てくれたりとか、いろんな県で説明会トークショー開いているらしいです。素晴らしかったです。うんうん、こんばんは。初訪問
ありがとうございます。ルームフォローお願いします。撮ってもらうために今日も着ていきました。また出しますね。今日はまた X かな、 X に出そうと思いますけど、カーキとデニムの相性も良いですっていうね、コーディネートになってます。今日カーキ着ていきました。にゃーん。寒いですね。この緑もお乳で、爽やかグリーンに薄いデニムにね、合います。デニムコード第2弾の時のデニムのスカートを持ってたんだけど、さすがに外寒すぎて寒すぎてね、スカートに履き替えても写真撮ろうっていう気持ちになれなかったので、すいません寒すぎた、さすがに。カーキじゃないですか。カーキ推しって言ってた気がしますが、多分カーキな気がします。こんばんは、こんばんは。明日が楽しみです。ありがとうございます。来てくれる皆さんありがとうございます。明日の配信両方とも楽しみにしています。ありがとうございます。嬉しいです。髪型で迷っています。この前髪難しいんですよなんかさ、こうやってさ、自分でさ見る分にはさ、全然さ、ベスト長さなのにえ、何なんでしょう。自分でこう鏡で見る分にはベスト長さなのに、なんか人から見る分には眉毛が出て見えるらしい。もうだい浮いてる。本当に困っちゃう。しかもなんかここ割れてたし、なんかアイスの前髪癖強すぎて困っちゃう。はあ、はあ。チュン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 。コンコンコン。はあ、はい。リアルだったら5億倍可愛い。それはよく言われるな自分で言うのって写真写り悪いんだよ。挨拶って挨拶って人は写真写りが悪いので、
映像で見るより生で会うおすすめです。生で会いに来てくれるのがおすすめです。お話し会とかもね、オンラインとかより生の方がおすすめです。よろしく。初訪問ありがとう、ギフトありがとう、みもちゃん、ハート、ひよちゃん、まげ、リアルで見ると可愛すぎる、ほんまかいねん、ほんまかいねんとか、ココアに怒られますね、それは。ココアにぶっ飛ばされ案件ですね。地方のがね、マリオネットをね、歌ったからね、TikTok の。はぁ、あ、はい、マリオネットいう音源あるやん、TikTok。 それ歌ったから、もうそればっかり流れてるよ。ほんと勘弁して。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。でででで、でれれれ、やっぱこの毛がいいんですかね。この毛がいいのか、にこうやってもらったらなんかねえ、左右非対称なことが判明した。なんかなんとなく、なんとなくニュアンスで多分切ったんやろうけど、左右非対称なことが判明した。こんな感じ、どういうこと、ほんまにここまでしかないんだよね、右が。ナヌって感じですよ。ナヌ。フォローしました。ありがとうございます。うん。ライトグリーンです。じゃん、枝豆、枝豆カラー、かわいい。どうですか、ピース。このね、沖のお気に入りデニムも履いてみました。じゃーん、こちらお気に入りデニム、お気に入りデニム、お気に入りポイントといたしましては、じゃじゃーん、見えるか、キラキラなんですよ、デニムが。
ラメ缶でできてまして、キラ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 してんの。そしてここが折れてまして、ほ、新しくない？そう、ここがわざと折れてるデザインになりまして、じゃーん。まあちょっとこれでね、これがこうなってるからちょっと今日は見えない感じなんですけども、まあ短めトップスとかを着てもらって、ちょっと腹見せみたいなやつですね。かわいすぎー、一目惚れー一目惚れーね、このデザイン性に惹かれまして買いました。お乳同士です。かわいい、こりゃかわいいぜ、びっくり。ひとめっぽり、ひとめっぽり。デニムってキラキラできるんだね。奥深っ、デニム、絶対的デニム信者だからね。服の中でデニムが一番可愛いと思う。お、マキさん、じゃーん。今日事務所に行くと持って帰ったばっかりだけど、この前マキさんのバレンタインプレゼントが届いてました。ありがとうございます。じゃーん、かわいいポシェット。お手紙も読みました。めっちゃ早かった。なんか書いてくれた日付書いてくれてたけど、このお手紙を届くのめっちゃ早いね。じゃーん、バレンタイン。バレンタインより全然前に手元に来ました。ありがとうございます。じゃーん、なんか春かな、わし今日これ黄緑にピンク、かわいい。チュンチュンチュン、春先取りファッションみたいな感じですね。おいしいやつ、ありがとうございます。かわいい。あ、大阪行く機会よくない？なるほど、だからすぐあったんだ。ゲットしました、ゲットしました。だからこれ置いてあったので持って帰ってきました。ありがとう、かわいよー。すごい、ここも入るやん。有能だな、有能ポシェット。ありがとうございます。ミス M、ハッピーハッピーフェイス。ハッピーフェイス受ける。ハッピー顔、ハッピー顔だよ、私は。ハッピー顔。先取り。季節先取り女、ニュースで見た子だ。どうもこんにちは、ミネオ支援官です。特別防犯支援官、ミネオシアリサです。
ありがとうございます。あ、え、日本のブランドなんですかこれ。日本で買ってくれたの？そういうこと？嬉しい。お、ボン、ボンさん、イベントお疲れ様でした。めちゃくちゃ可愛かったです。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日本ではめっちゃ緊張しながらそう行って完璧だったけど、アイスは全然緊張せずに行ってカミカミでした。申し訳、優しかったですね。トークショーはまあ主におじいちゃんおばあちゃん世代の方がね、詐欺について学びに来てたんですけど、もう孫を見るような目でって感じで聞いてくれておりました。はあ、こんばんは。学ぶ系まあそうねそうね意外とね意外とね、こんな私にもお堅い仕事いっぱい来ますので、多分真面目なんだと思います。真面目なんです、こう見えて真面目に生きてるので。五代夏子さんもね、優しくって優しくっていっぱい話しかけてくれたのに、武蔵のお弁当を宣伝しておきました。多分楽屋にあったんですよ。そう、五代さんの方の楽屋にも多分あると思うの、武蔵のお弁当をね。食べてください。宣伝しといてよ。広島県民の皆さん。武蔵の美味しさは知って帰ってくださったと思います。制服ね。あの警察官の制服をお借りして。ペシッとパリッシャキッと行ってまいりました。かわいい3人のあの中言ってる。マジかわいい。綺麗すぎる。こんばんは。他には私のバッグの中身がバレました。移動するときにリュック背負ってたらね、
なんかね、分からんけどリュックがパンパンになってたんですよ。着てきた服も入れ、自分のこの私服も入れて、メイクポーチも入れて、武蔵のお弁当も入れてしてたら、持ってきたリュックがパンパンになってて、ポーンパンパンパン、このリュックには何が入ってるの？言われてね、リュックの中身説明したので、カバンの中身がねバレました。夏子大先生に。2月17日の花だれ公演申し込みました。ありがとうございます。昼はどっちだっけ、池と真希ちゃんだよね。ありがとうございます。そう、多分、ね、年齢聞かれてないけど、多分めっちゃガキだと思われてたな。そう、多分めっちゃ愛さガキだと思われて、今年で一応二十歳になりますけど。まああと2月、まああと半年後ぐらいに二十歳になるんですが、まひちゃんか、ヒロよろしくお願いします。夜がいけ、あとありがとう。何歳やとだから、年齢聞かれてないから多分知らない、がめっちゃガキだと思われてたと思います。話しかけてるくださる感じ的に的にね。初訪問ありがとう。ニュース見た、ありがとうございます。嬉しい。そんなにみんな、あの一瞬でしょ、そんなニュースと言っても一瞬を見逃さないでくれたんですか、すごっ。すごっ、すごいな。初訪問ありがとう。カミカミすぎて使うとこなかったよ。でもね、あの何の曲の方が来てたか分からんけど、また車両のところとは別に広島県警に行ってコメント囲みみたいなやらせてもらった時はちゃんと喋りましたよ。ちゃんとね、それはね喋ったんですけど、そこ多分使われてないよね、車両の映像だから。車両のところはマジカミカミすぎて使うとこがなかったんかもしれんけど、もうますやせん。メイン焼き付けました、さすがです。さすがです、ありがとうございます。昼間、平日お昼にね、急遽お集まりいただき本当にありがとう。髪型いいね、本当。でもこの髪の毛をどうしようかな、明日は。なんかこうあんま
アレンジしない線系、これがなんか目立つみたいな感じやん。これどうやってどういうアレンジをしよう。初めてのアレンジ初めてのアレンジ、ちょっとね難しいね。これはなんか使いたいしね、わざわざこれ作ってさ、イメチェンしたところをみんな見に来てんのにこれ全然なかったらもういつものいつもやんけみたいななったらちょっとねあれですよね。これはなんか生かしつつ何かしてもらいたいと思います。みくちゃんにひるやすみのいらっしゃいありがとう。ひるやすみに抜けてきてくれたんですか。それはそれはありがとうございます。こちらこそ、うん、NHK の研究のやつも出た。あ、本当？ NHK の方か。こんばんは。警察の制服ありますか？ないです、ないですよもうね、あんなしっかりとした警察のね方の制服を着せていただいたらもうアマゾンで買ったようなねえハロウィンの時とかみたいなね、もうペラペラ制服なんてね、もう申し訳なくて着れないよ。ちゃんとした制服をお貸しいただいてとか言ったのにね、もうなんかポリスですみたいなね、ペラペラのもうコスプレなんかできないですよ。本当ハートありがとう。こんばんは。決済をしてね決済はしてね。フォローしました、ありがとう。詐欺には気をつけよう。パワー詐欺には気をつけよう。でもね、なんかさっき思ったんだけど、さっき思ったというかそのネットショッピングもさ、なんかだから若いさ、私たち世代もさ、知らぬ間にね、そういうもうあの莫大な金額の詐欺にかかるのはやっぱね、高齢者とお年寄りの方だと思うんですけど、やっぱさ細かなそのね詐欺にかかってるんですよね多分ね。その何さっきねマネネとね話したんだけどさ、アマゾンで、そうアマゾンでね、あの香水とかハンドクリームとかを見ててそうお店に行ったらさ、まあそりゃ確実に買えるじゃないですか。でもそのアマゾンとかで買う場合さ、値段が違うやつあるやん。同じ商品、同じ名前で何大きさとかもう一緒なのに値段が違うみたいな。明らかに安い方はこれ
あの偽物っぽいじゃないです か, か偽物とかあるから気をつけてって言われてまあね、買ったことあるらしいです。ちょっとでもなんかちょっと安いなと思って買ってみたら全然匂いが違うかったらしくてそれもね一種の詐欺ですね。気をつけてください。ネットショッピング装い詐欺です、名付けて名付けて、あいつ多分すぐ引っかかる、えこっちの方が安いやんとか言って、うん、なんか普通にそっち買っちゃう派なんでね、そういうのも気をつけていきましょう。軽いのから重いのから詐欺なのは詐欺なんでね、気をつけましょう。許さないからな。許さないからな。販売元に、なるほどね、なるほどなるほどなるほどちゃんです。キラキラありがとう、キラキラありがとう。レビュー、なるほどね、そういうのも信じない方がいいのか。この世の中は厳しいぜ厳しい、何でもすぐに信じ込むようなことはダメですね。本当か、何でも疑ってねすぐ疑うのもね、まあうざい人だと思われるかもしれませんが、本当に大丈夫かっていう気持ちが大切ですね。フフ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 フ、こんばんは、今食べて会いましょう、明日お待ちしてます。いい音。
受けるハニートラップ、そんなことしてくれる子がいるんですか。よかったです。1年ぶり3月20、1年ぶりなんですか、お話し会。365日も無駄にしちゃって1年ぶりとはどういうことだ。本当悲しいです本当悲しいです。1年ぶりということはいっぱい話せるということで良いですか。1年分のね、1年分のあれがいるのでねいっぱい話せますか。ギフトありがとう。それは語弊がありますね。話し会怒られに行く場所なんて本当語弊ばっかり。愛さなんてね、愛さなんてずば抜けてフレンドリーなメンバーですよずば抜けてフレンドリーで楽しいお話し会なのに、定期的に来てくれる人だけどね、人に限りますが何年も顔を見てないような方はね、そりゃ何してたのってとこから入る当たり前じゃないですか。ハートありがとうございます。車両4年前の今日、まひちゃんとのカーブ、だって懐かしい、やばカープあったね。なぜか私がカープのやつに選ばれたやつだカープ案件こんばんは。ピーチですがちゃんと見せてます。本当素晴らしいです。九州のノブさんありがとうございますありがとうございますうれしいです。サブサブサブ、サブイゼ、こんばんは。訪問ありがとうございますルームフォローお願いします。
いします。撮影隊はないですね。記者のその何ですか、報道テレビ関係の方の撮影タイムはありました。しました、ありがとう、ありがちょんまげ、こんばんは。うん、そうもありがとう、ルームフォローよろしくお願いします。そしてお話し会も再販中ですので、皆さんいつまでだ、一旦もう第4次受付ですね。月曜日まで、月曜日の1時で終了です。第4次受付中です。というわけでして、こちらのオンラインのお話し会の方は2月18日がおすすめです。ラスト、ここラスト受付なう。2月18日の1時間目、2時間目、空いてる方、日曜日ですのでお待ちしております。ギャルコーデ、私の本領発揮、ギャルコーデでお待ちしてます。そしてダーン、オンラインではなく直接会える方の話し会は2月24日広島ラスト受付となっております。広島だけ時間が違うのでご注意ください。全部1時間目からやってきたけど、広島だけ3時間目、5時間目、6時間目となっております。ツーショットは5時間目です。ドレスコードはピンク、ぜひピンクのものを着たり身につけたり持ったり何でもいいんですけど来てください。それでツーショット撮れたら嬉しいです。そして直接はこちらの3月20日をおすすめです。幕張メッセ最終日ですね。直接会うやつ最終日、ここはアリサカンパニーコーデでお待ちしてます。1、2、3時間目、2時間目がツーショットとなってます。2月のオンラインと広島と幕張がおすすめとなっておりますので、皆さんよろしくお願いします。月曜日の1時までとなっております。最終受付中です。お待ちしてます。2月はラストですよ。2月を逃すともないですからね。よろしくお願いします。う
チリ済み、ありがとうございます。さすがです。お待ちしてます。ではランキングを読むぞ。13位九州のノブさん、12位星三つさん、11位福岡さん、10位バンジョルさん、9位あやさん、8位ひとりごとさん、7位ココア大地き星人、6位みもちゃん、5位たっくん、4位まさかさん、3位ひろたんたん、2位そうちゃん、1位はドルラン、やすべさん、ありがとうございます。ありがとうございます。明日はついにジャズライブイエーイ。明日はジャズライブなってます。お昼は池のソロコンサート、そして夜は1年ぶりのジャズライブ、成長したところをお届けできるように頑張りますので、うんうん、ぜひ現地の方も配信の方もよろしくお願いいたします。頑張るぞい。それではまた明日、バイ、ありがとうございました。おやぽよー。おやぽみー。